ジョージ・ニコラス・コントスは、アメリカ合衆国入りの異ッ国軍、リンカーンウッド出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2006年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。2009年に、トミー・ジョン手術を受け、復帰後は、リリーフに転向した。2010年のシーズン終了後にルール5ドラフトで、サンディエゴ・パドレスに移ったが、 25人枠から外れたため、翌年の開幕前にヤンキースへ復帰した。2011年9月10日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビューを果たした。2012年の開幕直前にクリス・スチュワートとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。この年は44試合に登板して2勝1敗、防御率2.4744奪三振の成績を残した。 2013年は52試合に登板して2勝2敗、防御率4.39、47奪三振を記録した。2014年は24試合に登板して4勝0、敗、防御率2.78、27奪三振を記録した。2015年は73試合に登板して4勝4敗、防御率2.33、44奪三振を記録した。 2016年は57試合に登板して3勝2敗、防御率2.53、35奪三振を記録した。2017年8月5日に、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。2018年5月25日に、リーフとなり、29日に自由契約となった。6月2日にクリーブランド・インディアンスと、マイナー契約を結び、参加のトリブル A 級。 コロンバス・クリッパーズへ配属された。6月19日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。7月6日にジェームズ・ホイトの加入に伴ってリーフとなり、8日にマイナー契約でトリプル a 級コロンバスへ配属された。8月10日に金銭トレードでヤンキースへ移籍し、参加のトリプル a 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースへ配属された。 8月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月15日にリーフとなり、17日にマイナー契約でトリプル a 級スクラントンウィルクスバリーへ配属された。2019年1月25日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだが、4月14日に自由契約となった。5月10日に独立リーグである。 アトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。5月25日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。8月28日に自由契約となった。2020年7月20日に現役引退を表明した。全投球の約51%がスライダーで追い込んでからは7割以上がスライダーである。フォーシームが約35%。 同じくシンカーが約15%、チェンジアップが約4%となっている。右打者にはスライダーを多用し、チェンジアップとシンカーは左打者に対応する。ありがとうございます。